東園国際野球場は台湾東園市中区に位置する野球場。中華職業棒玉連盟に所属する楽天モンキーズの本拠地である。東園国際野球場は台湾高速鉄道桃園駅特定区の運動園区にあり、敷地は約4ヘクタール、地下1階、地上3階、座席数は1万5千席である。また球場内に食堂、寄品席、 野球博物館が併設されている。建設工事は2008年12月24日、帰港2009年12月12日完成12月13日に供用が開始された。台湾北部では初の国際企画の野球場および完成時から大型電光掲示板を備えた野球場であり2011年より中華職業棒玉連盟の公式戦が 開催されている。2013年のアジアシリーズで開催地として使用された。2015年11月、2015、WBSC プレミア12では、台中インターコンチネンタル野球場、台北市立アンモボー球場とともに、台湾の会場の一つとして使用された。本球場で開催されるラマゴ戦は、ホーム、ビジターを問わず、ラマゴが三塁側のベンチを使用する。 運動園区内にはこの他に野球、ソフトボール兼用練習場が1面、8面のバスケットコート、1面のサッカー場、3面のテニスコート、2面のアイススケートリンク及び運動公園がある。ありがとうございます。